はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、呪術廻戦、はい、そちらのね、ネットで購入したものですね。はい、こちらがねパルクロセットっていうね通販かな。はい、こちらはね明治神宮前大交流店っていうところの展示会があったんですかね、私知らないんですけれども、そちらで販売されていた限定のグッズ、こちらがね通販という形でね販売されていたんで購入しました。はい、なのでね購入したものをご紹介していきたいと思います。まずね1つ目、はいはい、クリアファイルですね。大交流展後期イラスト情報、はい、こちら、はい、情報のクリアファイル、はい、同じくクリアファイルで花見、両面少な、はい、で続いて、はい、はい、釘先、これはね多分前期だよね、多分前期だと思う、前期のクリアファイル、はい、板取り、多分前期があれなんだよね、こう仲間っつうか味方で、で後期が4種類じゃね、5種類か、前期のやつはね板取りと釘先、この2枚しか残ってなかったですね、はい、ネットでも、はい、いやさすがに五条先生はもう売り切れてましたね、はい、で次の購入品こちら、はい、アクリルキーホルダー、それの両面スクナですね、はい、かっこいいな、はい、犬巻き、はい、じゃじゃん、五条先生、いや五条先生あったね、ですが缶バッジ後期イラスト全5種ですね、はい、こちらを3つ購入しましたんでね、こちら開けていきましょう、はい、
はい、では早速ね、1個目いきます。後期だからもう五条先生はいないんでね、一応両面少な狙いで、はい、いきます。せーの、あー真人、はい、真人ですね。では2つ目いきます。せーの、おお来たね、両面宿儺、かっこいいんだよなこの両面宿儺のイラスト。はい、ではラストは下等が欲しいね。はい、いきます。せーの、じゃーん、あー情報でした。なんで今じゃーんっつったのかわかんないよ。情報を交換、はいはいはい、といった感じのね、うん、今回購入したもののご紹介となりました。はい、まあ呪術廻戦はね、ほんと最近すごい人気でね、もうグッズが出るとこね、すごい行列ができてますけれども、はい、まあさらにね映画化もされるっていうことでね、ますますやばいね。いやー、とりあえずね呪術廻戦もグッズが入り次第ご紹介させていただきますので、この機会にぜひね、チャンネル登録、または高評価、グッドボタン、よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様さ。